工場にやってきました。あのうどんが食える自販機があると。へえ。どうやら珍しいのかな。私見たことない。天ぷらそばと天ぷらうどん陽気でいただきます。うどんやな。うん、そうしよう。じゃあ、あれ？大丈夫。あれ？はい。じゃあ、天ぷらうどん、はい、どうぞ。感じで。今時間があるんですね、これ。ねえ。お。あ、これか。できました。できました。すごいすごいすごい、見て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 、ほら、じゃあうどん、ちゃんとうどん、ちゃんとうどん、いただきます。はい、はい、これ先つゆから。優しい、優しい。なんか多分これ飲んだ後食べたら最高に美味しい。マジでそんな感じなんですね。うん、美味しい。あの自動販売機レベルでもないと思う、普通に。マジで、うん、香川とかのうどんとはまた違う、コシ全然ないけど優しい。自販機という割には、そう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 、なんか乾麺っていうか、そんなん出てくるんかなとか思ったけど、ちゃんと生麺みたいな。生麺で、そうそうそう。サクサク、おいしい。生き返ったみたいな。ちょっと最近寒いからね。そうだね。いいかもしれない。なんか小腹空いた時に。ああ、でもね。でもいいか。ただ女の子はちょっと。なんか男だけの場所っていう。楽しいところ。はい。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。